加速するビール離れを泡で食い止めます。このように専用のサーバーを使って提供することでお店のような泡が楽しめるということです。サントリーは今日から新幹線の中で超音波できめ細やかな泡を作り出す特別なサーバーを使ってビールを提供しています。車内でビールを飲むことが多い出張帰りの会社員などがターゲットです。さらにビールの泡に好きな文字や絵を描ける専用の機械泡アートを国内の500店舗に導入すると発表しました。ビール類の出荷量が14年連続で減少する中、泡の質を高めてビール離れを食い止めたい考えです。